エスフロスト公国と同盟を結ぶため、セレノアはグリンブルク王としてグスタドルフに会談を申し込む、うん、密書を受け取ったグスタドルフは承諾し、ホワイトホルム城に自ら出向くと返答した。ああそう。しかしこの戦乱の発端はグスタドルフがノゼリア新鉱山の岩塩鉱床独占を図ったことにあり、うん、現在岩塩鉱床はセレノアが抑えている、うん、両者の直接会談は一触即発の危険をはらんでいた。言うな、心が痛むなどと。ノゼリア紹介。どういうことですか、ベネディクト殿。言った通りだ。グリンブルク王国はノゼリア商会との一切の取引を停止する。なんで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 。関係者は即日国内から立ち去るように。残った商会の資産は王国が没収する。むちゃくちゃだ。アイサンドに続いて商会とも手を切るなんて。これからどうやって塩を手に入れるつもりですか。塩はあるんで大丈夫です。いらぬ心配だ。どうやら事実のようですね。グリンブルクが地の底から取れる岩塩とやらを手に入れたという噂は紹介には関係のないことだ。大戦後の盟約に基づき中立の立場で塩の流通を取り仕切ってきた我々の努力を何と思いか。煙鉄大戦以来の貢献についてはご苦労だった。だがセレノア様が治めるグリンブルクにノゼリア商会は必要ない。そんな勝手アイサンドが決して許しませんぞ。ではハイサンドに泣きつけばよかろう。商会とは甘い汁を吸い合う中、中立などとよく言えたもんだ。わかりました。ウォルフォート家は本気で商会を排除するのですね。ならばおっしゃる通りハイサンドに参りましょう。あなた方の暴挙を報告させていただく。ディオも知ってるもん。挑発してよかったのですか。クラルスは裏社会にも通じています。やばい。我々の邪魔をするために暗躍する可能性が。殺し屋とか忍者とか。それが狙いだ。ヤクザとかが襲ってくる。ハイサンドの結束を乱すためにあえて動かした。何より来たるべきノゼリアには塩の流通を牛耳る紹介は不要なのだ。来たるべきノゼリア。セレノア様が治める世界だ。それを実現するための策は立てた。ちょっとベネディクトやなんだけど。それためにはまずグスタドルフとの会談を絶対に成功させなければならない。報告します。グスタドルフ総帥を乗せた軍船が間もなく到着します。わかった。会談の成否はセレノア様のご決断にかかっている。今からセレノア様と二人きりで話す。誰も近づける。なんか読んでる。グスタドルフ総帥は間もなく到着とのことです。わかった。この会談の成否で我々の未来が決まるだろう。潮に宿る力を読んでおられたのですか。ああ、ドラガンが書いてたやつ。うむ。読んでたやつか。ドラガン殿が亡くなる直前にくれた潮に関する研究書だ。グスタドルフ総帥を説得する手がかりがあるのではないかと思ってな。私はこの書を読んで知った。塩には様々な用途と可能性があるのだと。はい。単に食するだけのものではありません。我々は岩塩交渉を抑えています。岩塩の存在が交渉の切り札となりましょう。だが相手はあのグスタドルフ。恫喝や圧力を加えれば
牙を剥いてくるだろう。かといって下手に出ればエスフロストが掲げる自由の名のもとに飲み込まれてしまうはず。どう対すべきだと思うか。むず。答える前に一つ確認させてください。覇王にはなりたくありません。岩塩の独占を望まれますか。いいえ、私は岩塩の独占は望まない。独占による支配を目指せばハイサンドと同じになる。ハイサンドの支配を変えようとしているグスタドルフが認めるはずもない。かといってあの男に岩塩を渡せば我々はただ利用されるだけでしょう。もちろんそれもしない。鍵は潮に宿る力だ。岩塩を使ってグスタドルフ以上に自由で豊かなノゼリアを築く。そう示すことができればグスタドルフを従わせることができるはずだ。おっしゃる通りです。やはりあなたはノゼリアの頂点に立つべきお方だ。そもそもノゼリアの頂点に立ちたくないんだよ。ウォルフォート家を守るがメイン、なんかメインだと思ってたからな。私に任せていただけませんか。わかった。お前に一任する。絶対にグスタドルフから協力を引き出せ。一任しちゃうの？は、必ずよ。そんなにだろ、グスタドルフも信用してないし、ベネディクトも信用してないからな。面白いものだ。以前この場で私に下ることを拒否した婿殿がグリンブルク王として同盟を求めてくるとは。私もあの時は思いもしなかった。岩塩交渉を見つけたドラガン殿をあなたが殺すよう命じていたなんて。謝る必要があるか。主を追って玉座に着いた貴公に。いいえ、話し合いたいのは過去ではなく未来についてです。あなたも分かっているはず。ハイサンドを倒すには我々が手を組む必要があると。七星人でもある貴公がハイサンドを倒す、信じてよいのか。潮によるハイサンドの支配は壊さねばならない。そのために友とも決別した。なるほど、ハイサンド打倒に異論はない。では交渉を始めましょう。進化ごときが出しゃばるな。私はセレノア殿と話しに来たの。ベネディクトには全権を預けている。その者の発言は私の意図を持っていただきたい。たかは家臣に操られて飛んだだけか。そこまで言うならいいだろう。最初にはっきりさせておく。同盟を結びたければ岩塩交渉を渡せ。あれはエスフロストが先に見つけたものだ。それはできません。話にならんな。お聞かせください。そうする。あなたは手に入れた塩をどう扱うおつもりか。塩は人が生きるために欠かせぬものだ。だがノゼリアではアイサンドと商会が独占し、高い税をかけて塩の入手を阻んでいる。私はハイサンドを倒し、商会も円税も廃する。全ての民に自由な商売を認めよう。塩を欲する者には私が許可を与え適切に分配する。それはあなただけが塩を自由に扱うということ。結局ハイサンドと同じです。奴らのように利をむさぼりはしない。全ての民が私の下で塩と自由を得るのだ。
これ以上の未来はあるまい。まあ、優秀な独裁者だったら。いいえ、あります。裕福になる可能性はあるけど。あらゆる使用を民に解放するつもりです。誰もが望むだけの使用を安価に入手できる仕組みを作り上げます。使用を民の手に委ねるというのか。一体何のために。使用が世を変える大きな可能性を秘めているからです。例えば保存の効く塩漬け食料が大量に作れるようになれば、物や人の交流は今よりずっと盛んになるでしょう。川の加工やガラス作りなどにも役立つ。より良い品、新しい品も生み出せるはずだ。家畜に与える使い方もあれば、様々な薬の材料にもなる。爆裂眼のようなものすらできます。なぜその機密を。これはほんの一例にすぎません。広く解放すればさらに使い道が見つかるでしょう。ロゼリアは今よりも活気ある世界へと変わる。その結果、民も国も豊かになるはずです。理想論だ。使用を使いこなせるほど民は賢くはない。それも一理ある。成熟していないだけです。仕組みを整え、正しい使い方を教えればよい。数年がかりの段階的な解放策もすでに考えています。民は恐ろしく貪欲だ。塩という力を得た奴らは我々支配する者にとって手強い相手となる。それを恐れ、女神の名のもとに抑え込んだのがあなたが倒そうとしているハイサンドなのでは。グスタドルフ総帥、私は自由を得た民を恐れない。彼らを導き、必要であれば彼らと戦う。そう決意して玉座に着きました。それこそが新たなノゼリアの覇者が持つべき覚悟でありましょう。悪くない。一つだけ教えろ。塩がそれほどの可能性を持っていることをどうやって知った。むしろお聞きしたい。あなたはご存知ではなかったのですか。すべてドラガン殿に送られた本に書かれていたことです。ドラガン殿がエスフロスト大書院の書を調べ研究された成果だと聞いています。ドラガンの知識。まさか私の手の内にあったものだとは。私がドラガンを最小にしていれば、今この立場は逆だったということか。なるほど。あいつを殺した報いがこんな形で訪れるとはな。いいじゃない。わかった。ウォルフォート家の目指す世界に興味が出た。エスプロスト総帥としてその実現のために協力することを約束しよう。感謝します、グスタドルフ総帥。アイサンドが我らの犯行に気づくのは時間の問題です。このまま軍議へ移りましょう。承知した。いいじゃない。私はセレノア殿と手を組む。もう我々は敵同士ではない。よかった。ご決断くださりありがとうございました。力を合わせてハイサンドを倒す。それはローゼル族のためにもなるはずだ。お前の母オルレア殿への手向けにもなろう。はい。フレデリカ、お前ごとウォルフォート家を討とうとした私を恨んでいるか。私なりに理解しています。兄様は身内よりも総帥としてなすべきことを重んじる人だと。その通りだ。私は己の行いを悔やんではいない。私もです。あなたと敵対しエリカとタラースを討ったことは後悔しません。兄様やエリカたちが憎いからじゃない。今目を向けるべきなのは
過去ではなく未来だからです。過去ではなく未来か。先の会談でセレノア殿も同じことを言っていた。不思議はありません、グスタドルフ総帥。私はあの方と共に歩む妻なのですから。強くなったな、フレデリカ。うん。グリンブルク王国とエスフロスト公国は同盟を結び、セレノアを総大将とする連合軍を結成。聖ハイサンド大教国打倒に向けて動き出した。これに対してハイサンドはノゼリア新鉱山制圧のために進めていたエグスアム軍を呼び戻し、使徒によって連合軍を迎え撃つ構えを取る。いやでもだ、ハイサンドを侵攻するっていうことになっちゃったんだよね結局。女神の盾に囲まれたハイサンド首都の攻略策は軍師ベネディクトに一任された。ベネディクト様、ハイサンド攻略策はまとまりましたか？うん、懸案だった女神の盾はエスフロスト軍の大金砲で打ち崩せる。崩れた城壁から突入すれば首都を制圧可能だ。しかし大きな問題が一つ。何でしょう？大金砲の運搬、設置、発射準備にはかなりの時間がかかる。その間我々がハイサンド軍の注意を引きつけねばならん。ハイサンド軍は撃って出てくるでしょうか？籠城を選ぶのでは？引っ張り出さねばならない。冷静に観察されれば大金砲に気づかれてしまう。しかし敵の主力エグスアム軍が相手では時間を稼ぐ戦い方は難しいでしょう。成功しても大きな被害が出るはずです。エスフロストだけが勝利を得ることになりかねません。そうならぬよう手を打つ。アンナ、命じておいた密書は送ったな？はい、七星人のエニグマに匿名の密書を送りました。ソルスレイと結んで不正な塩を売買していたこと、非合法の闘技場を開催し利益を得ていたこと、それらを強行に告発するという内容です。私が調べ上げた証拠の写しも同封しておきました。よし、身に覚えのあるエニグマは審問を恐れ挽回のために手柄を立てようとするはずだ。クラルスの動きはどうだ？予想通りハイサンド首都に入りました。クラルスとエニグマは闘技場の支配人と賭けの胴元という関係だ。功を立てるため手駒がいるエニグマと後ろ盾が欲しいクラルス、後がない彼らは手を組み、ハイサンドの戦略を乱して動き出すだろう。我々ウォルホート家を倒すために。なるほど、即席の軍が相手なら時間稼ぎも可能になる。しかし確実に動く保証はないのでは？あと一通密書を送ればエニグマは動く。どのような手紙を？王位を簒奪したウォルホート家を共に討つべし、ロラン様の名で書かれた決起文。なるほど、エニグマ軍と戦うウォルホート家の背後をロラン様率いる騎兵が奇襲する作戦が書かれている。信じるはずだ。筆跡を似せ王家の指輪で陰謀をした。どうやってそんな印象を？ロラン様の死を偽装したとき貸していただいた指輪の型を取っておいた。
いつか役に立つかもしれぬと思ってな。ベネディクト様、作詞ですな。ドラン様とセレノア様の対立は公然の事実だ。会議に賞賛まで加われば人は必ず動く。たとえそれが不利な博打であっても。策は分かりました。しかしセレノア様はご承知なのですか？もちろんご存知ではない。ロラン様を利用することだけは許されない。これは全て私が勝手に行う非道だ。セレノア様、聞いた？聞いちゃった？話は聞いていた。勝つためには最善の策だ。セレノア・ウォルフォートの名において実行を命じる。よろしいのですね。構わん。もう我らは進むしかないのだ。キュア、チュラ。たとえ非道な策を使ってでも勝たなければならない。進む道を決めたセレノアたちはハイサンドへ向けて進軍を開始する。そしてかつての友の名で書かれた手紙がハイサンドに届く。すべてはベネディクトの策に沿って動き出して。なるほど、ウォルホート家はハイサンドばかりか、紹介までも打倒しようとしているのだな。はい、我々が築いてきたノゼリアの秩序が崩されようとしているのです。そんな秩序はありませんけどね。エニグマ様、どうか強硬に訴えてください。ウォルフォート撃つべしと。もちろんだ。潮の女神に逆らうウォルフォートには罰を与えねばならない。できるなら私がこの手で打ち砕きたいのだが、戦の士気は不慣れ。それに引き換え、クラルス殿は裏の闘技場で傭兵や荒くれ者を取りまとめてきた強者だ。商品を守るために戦うのも商人の務め。戦いの心得もそれなりにございます。頼もしい。ではどうか私の願いを聞いてもらえまいか。我が配下としてウォルフォートを撃ってもらいたい。兵は私が揃える。おお、私に軍をお授けくださるのですか？十分な賞賛がある。先日去る人物から密書が届いた。去る人物。王位を簒奪したウォルフォート家を共に討つべし。そう書かれたロラン王の決起文だ。ロラン王の本物なのですか？グリンブルク王家の印象が押されている。確認してみたが間違いなく本物の印だ。やはり三奪の噂は事実だったのですな。ロラン王が報復を図るのは当然のこと。ふむ、密書には我々の攻撃に合わせてウォルフォートの背後をつくと書かれている。おお、その策ならウォルフォート家に勝てます。エニグマ様、この話を他言されましたか？いいや、クラルス殿だけだ。手柄は貴殿と分け合いたい。ありがたき幸せ。このクラルス、あなた様のために力を尽くしましょう。まさか騎兵を揃えていただけるとは。感謝します、エニグマ様。
我らの勝利のためだ。指揮は頼むぞ、クラルス殿。もうすぐウォルフォートは消え、七聖人の座が一つ空く。新たな七聖人、そして空席だった潮の番人にはクラルス殿がふさわしかろう。エニグマ様こそ、こたびの手柄で移動司祭に取って代わることも。そうだ、多少の罪などこの手柄で打ち消せる。エグさん、ウォルフォート家がこちらに向かって動き出したぞ。エニグマ殿、本当に手助けはいらぬのだ。たっての願いで先陣を任せることになった。ウォルフォートは手強いぞ。ご心配なく、エグス様殿。クラルス殿には私が必勝の策を授けた。はい、どうぞご安心を。分かった、そこまで言うなら任せよう。クラルス殿の戦いぶりを共に見守りましょうぞ。勝てばよし、たとえ負けても我らには女神の盾がある。別動隊のグスタドルフ殿、スバローグ殿は大金砲を携えて出発しました。隠密行動で首都の南方へ回り込み、発射準備を進める手はずです。よし、では我々も出撃しよう。いよいよか、腕が鳴るな。忘れるな、我らの役目は敵の目を引きつけ時間を稼ぐことだ。言われずとも分かっている。俺たちは女神の盾西側に敵を引きつける。その隙に南側でエスフロスト軍が大金砲を用意。準備が整い次第、女神の盾を打ち砕き、全軍で内部へ突入、強行軍を落とす。だろう？そうだ、くれぐれも向かるなよ。セレノワ様、出陣の前に兵たちに声をかけてやってください。総大将であるセレノワ様のお言葉を聞けば、皆の士気も高まりましょう。わかった、そうしよう。私をないがしろにしたことを後悔させてやるぞ。騎馬部隊、突撃準備。敵先方の指揮官はノゼリア商会のクラルスです。狙い通り、敵の主力軍との戦いは避けられたな。はい、しかし予想していたより騎馬の数が多い。少々厄介だが、クラルスはロラン様の増援があると思って油断しているはず。これはハイサンドの戦力を削る好機だ。恐れながら。分かっている、私は油断しない。大戦の初戦だ。ハイサンドだけでなく、エスフロストにも我らの力を示さねばならん。ベネディクト、兵にこの戦いの意義を告げよ。御意。ウォルフォートの旗に集う者たちよ、これは単にハイサンドを倒す戦いではない。今から我々は潮を独占する女神教とノゼリア商会、古きノゼリアを破壊する。そして誰もが自由に潮を手に入れられる新しいノゼリアを作るのだ。その頂点にはセレノア様が立たれる。剣を取れ、戦士たちよ。新しきノゼリアのため、我らが王セレノア様のために。あー、グヌグ、進軍開始。敵の先鋒を叩け。ん、かっこいい。
久々の戦闘な気がする。ウォルフォートにこれ以上の増長は許さん。大い三奪の報い一身に受けてもらおうぞ。我らには心強い味方もいるのだ。クラルス、余裕すら感じられるあの姿、ベネディクトの策にはまったと見ていいだろう。だが敵はハイサンド騎兵隊、油断して良い相手ではない。行くぞ。はい、とどめ。なんとかなった。報告、クラルス軍の壊滅を確認しました。よし、これで敵は戦力を我々に集中させるはず。ベネディクト様、少し休んでください。今のところ敵が出てくる気配はありません。我々の戦いぶりを見て警戒しているのでしょう。いや、休んでいる暇などない。その通りだ。おそらく次はエグサーム軍が出てくる。迎撃準備を急がせよ。お待ちください、セレノア様。ベネディクト様はロラン様がいなくなって以来ほとんど寝ておられないのです。少しだけでも寝ていいよ。アンナ、まだ陽動作戦は続いている。気を緩める時ではないぞ。すぐに体勢を整えさせます。うむ、アンナ、ベネディクトを補佐せよ。はい。やはりクラルスには荷が重かった。こんなはずではロラン王が背後を襲うはずだったのに。ロラン、何のことだ。ロラン王からミッションが届いたのです。共にウォルフォートを撃とうと。偽の手紙に決まっておろう。おそらく軍師ベネディクトの策略だ。違う、王家の印象も押してあった。あの作詞が本気になれば王家のイントで偽造してのけるだ。それに本気でウォルフォートを倒そうとする者が貴公のような無能な男を誘うはずがあるまい。しかし敵の軍師には選ばれた。操りやすい愚か者たち。あらら、そんな。見事に先手を取られました。クラルスが死んだのは構わぬが、騎兵を少なからず失ったのは誰だ。お願いです、伊藤様、私に挽回の機会をください。貴公は失敗したのだ。次があると思うのか。エニグマ殿、私のもとにも匿名の密書が届いています。貴公が不正な塩の売買に関わり、かつ非合法の闘技場で利を得ていたという告発です。お許しを。すべては教皇がお決めになることです。この状況をお伝えすれば、共に教皇のもとへ参りましょう。エグスラム殿、守りはお任せしますぞ。承知しました。ウォルフォート家は私が潰します。女神の加護があらんこと。まあ、案外サクサクといけてよかったね。